おはようございます。レイシーパリに来て3日が経ちました。今ホテルの朝ごはんを食べに行くところです。今エレベーター乗ってる。どんな感じかな、ここのホテル朝ごはん。グモーニー。すごいね。すごいパンが並んでる。やっぱりね、クロワッサン輝いてます。パンオンショコラも輝いてます。すごい。バケットもある。私が好きそうなパンもある。でもクロワッサンかな今日は。やっぱスクランブルエッグ食べたくなるよね。ベーコンもあります。こちらハムとチーズゾーン。これはヨーグルトかな。卵があったり、フルーツがあって、ドリンクがあって、お腹いっぱいになるね今日も。テラス席がありました。すごい中庭になってる。一番奥にピアノがあって、かわいい。朝はやっぱ涼しい。すごい素敵です。乾杯。デトックスドリンク、おいしい。そしておじさんがカプチーノを作ってくれたんだけど、かわいいの。パリスって書いてあるの。しかも泡もこもこだよ、うん、崩すのもったいないけどちょっと、写真撮ったし。おおすごいクリーミーな。おいしい。じゃあ私はパン一色、結局こっちにした。サクサク、もう何個でも食べられる。まだ朝はね、肌寒い。今日はちょっと気温低めらしくってね、結構ね、涼しいね、今15度だ、気温、でもね、一番今日寒いのに一番薄着なんです。この気になってたチーズ食べてみる、なんか縁が黒いの、このチーズ。でもフランスのチーズって言ってたね。なんか濃くない、薄い味のチーズ。あ、そうなんや、めっちゃ食べやすいチーズ。美味しい。結構ここのホテルのさ、この食材とか、蜂蜜とかって、めっちゃこの辺で採れたもの使ってたりして、モンマルトルの蜂蜜とか、日本でもあるもんね、そういうのね、なんか現地のこの地域のもの食べれるって嬉しいよね。朝ごはん食べてホテルを出てきました。今日は今からマレ地区の方に行くんですよ。なんかマレ地区って私も全然初めてだから分かんないんだけど、結構あの今時の街らしくって、カフェとかファッションとか結構最新だったりして、若い子に人気の街らしいです。そこに今日はちょっとゆっくりね、あのお散歩しに行きたいなと思ってるんだけど、その前にルーブル美術館に行きます。ルーブル美術館、今回ね、予約してない、予約っていうかチケット取ってないんですよ。だから中には入らないで、外のね、周り、あのピラミッドのところだったりをちょっとお散歩しようかなっていう感じで楽しんでいきたいと思います。こちらアメリの映画に出てきたお店らしいです。私見たことないんですけど、昨日の夜めちゃくちゃ人がいっぱいいて混んでました。聖地ですね。この風車があるところがムーランルージュという有名な、なんていうのお店らしいです。で、ここにある可愛いなんかトロッコみたいな汽車はモンマルトルを一周してくれる汽車らしい。すごい坂道と階段が多いから登れないなっていう方はいいかもしれないです。パレロワイヤルに来ました。可愛い。このなんかちょっとずつさ、あ、乗ってる白黒模様の棒状のアートの、あ、かっこいいじゃん。風になびいてていい感じ。ちょっとかっこつけてますね。なんかついた虫でも。あ、また乗った。撮ってほしいんだな、これは。よく見たらこれがさ、下まで続いてるよ。なんかだんだんさ、棒が長くなっていってんだけど、一番奥とかすごい長いのにさ、登ってる子たちってどうやって登って。
術館に来ました。こちらがかの有名なピラミッドなんですよね。本当に動画で見るより大きいです。ここで私も今画面で見てるんだけど、なぜか小さく映ってる感じがするの。大きい。実際見ると何メートルあるんだろう。すごくすごく大きい。そしてここ全体が美術館ですね。やっぱり大人気スポットでたくさん人もいますね。感動するわ。入れたらもっと良かったんですけどね。ルーブル美術館は全然1日じゃ見きれないそうです。ヒット作品10秒見ても5日以上かかるって言ってたね。4日間。4日間、あ、間違えました、らしいです。すごい。ここに来れただけでなんかすごい嬉しいです、ね、すごい。ドリームマンというカフェに来ました。多分ここもマルチコンだと思うんですけど、日本人の方がやってるんですよ。なので日本語がすごい飛び交って。いただきます。ショッピングの中なんだけど、すごい歩いて、ブーブルからマルチコまで歩いてたんだけど、手がすごく疲れてね。休憩です。とりあえず今でもこの後もまだ行きたいお店がこの辺にあるから、一回足を休ませてまた出発します。また休憩してます。さっきメールっていうゴーフルっていうお菓子が有名なお店に寄ったんだけど、その時にテイクアウトしたんですよ、ゴーフルを。じゃん。これは同じ味だっけ？違うよ、これがバニラ。バニラで私がキャラメル&ピーカみたいな。でこれはお土産としても結構有名らしいからたくさん買いました。でもこれはすぐ食べれる用も売ってるからね、食べたいと思います。いただきます。なんかワッフルみたい。うん、おいしい。甘い。なんかサクッかと思ったらしっとりしてるんだ。どっちかな、キャラメル。おいしい。めっちゃおいしい。しっとりもっちりって感じ。なんか甘いの食べるとちょっと生き返る感じ。じゃあバニラかな。うんうん。あ、ピーカンだ。ピーカン来た。バニラ。ちょっと色違うね。
今シェジャヌというレストランに夜ご飯を食べに来ました。で、私たち6時15分に入ったんだけど、なんか時間遅くなったら席なくなっちゃうって言われたから早めに来て入ったんだけど、オーダーできるのが、夜ご飯を、ね、オーダーできるのが7時からみたいで、その間はもうドリンクだけなんだけど、すごい難しい。だからもう早めに来て、予約もあの Google マップとか見たけど、ホームページも見たけど、なんか予約するところなくって、もう来るしかないなと思って来たんだけど、ちょっとご飯をオーダーできるのにあと30分ぐらいかかるから、ちょっと難しいです。でもランチとかの方がいいのかな、人気店だからね、すごい難しいんですけど、そんな感じでゆっくり待ちます。この白ワイン甘くてすごく美味しい。なんかあのデザートワインみたいなのがすごい飲みやすいって感じで、夜ご飯楽しみたいと思います。ラビオリ美味しそう。暑いかな。これは名物になる。皆さんこれ好きだよ。濃厚チーズが美味しい。すごく待った甲斐があるな。結構フランスではいつもこうパンがついてくるんですよ。だからなんか頼みすぎちゃうとこれもついてくるから、あのすっごいお腹いっぱいになっちゃう。なんかサラダとかを頼んでもパンが絶対ついてくるから、このパンがねすっごい美味しい、どこのお店も。なのでこれは毎回楽しみな一つ。どうですか、美味しい？これは何ですか？カモです。カモのステーキみたいな感じ。最高ですね。最後に可愛いカードをもらいました。可愛い。ちょっと何キロ歩いたか見てみるね。今日は 9.5 キロ歩いてる。うん、10キロぐらい歩いてますね。10キロでも意外と行ってなかったんだって感じで、めっちゃ歩いた気したね。俺が 9.1 キロなの。何が違う、あ、歩幅違うか。すごくない？じゃあ400メートル分の10キロが動いてる。なんで、どこでだろう。歩幅問題、歩幅問題なわけないか。誤差が何かありますね。ちょこ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 してたかもしれない、せっかちだから。ということで今日はマレ地区の方でうろちょろしてきたんですけど、すごいショッピングしちゃいましたね。じゃんって感じで、まあショッピングしたものはまた日本帰ってね、どんなもの買ったか撮ろうかなと思ってるんですけど、実は明日もねちょっと遠くのショッピングモールに行ってお買い物動画を撮る予定です。はい、そっちもね多分楽しい動画になると思うから、うん、なんか楽しみなんだけど、今から今日は早めに寝て明日に備えたいと思うのでお風呂入ります。今日もありがとうございます、最後まで見てくれて。ということでおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさい。